鉄道調査員クロフォードチャンネル冬の宗谷本線パート2長山駅編。前回のあらすじ、クロフォードは旭川駅から宗谷本線普通ピップ行きの列車に乗り長山駅へ向かったのである。というわけで前回の続きからどうぞ。前回はここで終わりでした。皆さんお待たせしました。さあ列車を降りて長山駅を見てみよう。列車を降りて長山駅の2番線ホーム。雪がちらついています。もう真っ白ですね。長山駅跨線橋から列車を見送ることにしました。列車は北へ進み、かつてピップエレキ版の CM で有名になったピップ駅を目指します。改めて長山駅の構内、近くに旭川大学があるため通学料が多い駅。跨線橋は古いものだが数年前に塗装整備を受けとても綺麗になった。駅舎側の階段がこんな感じです。長山駅舎の屋根をホーム側に伸ばしてそれを柱で支える国鉄時代からよくあるタイプの駅です。木製の駅名板がいい味を出していますね。こちらが長山駅1番線の旭川方面になっています。単線なので列車はここですれ違います。自動改札がなく今でも駅員による改札が行われている長山駅待合室と窓口改札口。お仕事頑張ってね、沿線の子供たちが書いた長山駅の方たちへの絵とメッセージが飾られていました。こちらが長山駅のトイレ、男女別推薦なんですが車椅子の方には狭いかもしれません。長山駅の正面入り口、古い駅舎ですが改修され大切に使われています。自動販売機もありますね。昔からの駅や古くから住んでいる方の住宅に比べてこんな高いマンションが建っていてびっくりしました。これが長山駅前通り、数台ですが車を止めることができ
奥の交差点で国道39号線に接続します。国道に出ると JA 旭川長山支所があり、ここではトイレや蕎麦屋さんなどを利用することもできます。ドライブの休憩にもいいかもしれません。旭川方面に行くと赤レンガの素敵な洋服店やツルハドラッグ薬屋さんがありますね。反対側東武愛別方面に行けばセブンイレブン、セイコーマートもあります。病院と用事が終わったので旭川駅へ戻ることにしました。帰りの列車を待っているところからです。雪の降る長山駅構内に機械音丸ディーゼルカー2両編成が到着です。長山駅は昔は貨物を取り扱っていた駅だったそうで、引き込み線の貨物ホームもあったそうです。倉庫があるのは当時の名残なんでしょうか。今は保線車両の車庫とその分の側線しか残ってないですけどね。旭川長山間、短い区間ではありましたけどね、こうちょっとした列車の旅楽しめました。さて2回にわたってお送りしました冬の宗谷本線、皆さんいかがだったでしょうか。地元の方には見慣れたいつもの南国の暖かいところに住んでいる方たちにはとても珍しい白一色の世界っていうのを見ていただくことができたんじゃないでしょうか。地元出身の方、宗谷本線利用したことある方の思い出話、今回初めて見てびっくりしたとかね、こう宗谷本線知らなかったっていう方とかもね、何でもいいのでぜひこうコメント欄に感想とか書いていただけると嬉しいです。ぜひいろいろな宗谷本線のお話ができたらなと思います。面白かったよとか興味がある、続き見たいなっていう方にはですね、チャンネル登録高評価していただけるとですね、よしじゃあまた頑張ってその続き作るっていうね、やる気が湧いてきますのでぜひよろしくお願いします。ここまで見ていただいてありがとうございました。鉄道調査員クロフォードが冬の宗谷本線からお送りいたしました。また次の動画でお会いしましょう。次回も一緒に現地調査しよう。